ンタの戦いは、1697年9月11日に、現セルビアに位置する、センタ近郊、ティサ川東岸で行われた神聖ローマ帝国、ハンガリー王国からなる神聖同盟軍と、オスマン帝国軍との間で戦われた戦闘である。大トルコ戦争の主要な戦闘であり、オスマン帝国史における決定的敗北の一つであり、 この戦いの2年後の1699年にカルロビッツ条約が結ばれ、オスマン帝国は初めてヨーロッパ人に領土を割譲した。ヨーロッパ方面で続いていた大同盟戦争の北イタリア戦線で立ち往生していたオーストリア軍が1696年にフランスからサボイアが秘密条約を結んで離反すると共に解放されたことで1697年に オーストリアは大トルコ戦争への増強が可能となった。ドナウ川流域は、ザクセン戦帝国、フリードリヒアウグスト一世が受け持っていたが、戦べたで従軍した将軍たちからの評判が悪かったため、神聖ローマ皇帝レオポルト一世に、側近のルディガーフォン・シュターレンベルクとドナウ川戦線で、戦闘経験があったバーデン編脅ン迫、ルートビヒビルヘルムが、プリンツオイゲンを推薦。 オイゲンはイタリアからドナウ川戦線へ派遣され、フリードリヒ・アウグスと一世は、オーストリアの支援で、ポーランド王に即位した。オイゲンは、グイード・フォン・シュターレンベルクとシャルル・フランソワ・ドロレーヌらを、従え7月にドナウ川沿岸のペーター・バルダインに、到着、到着状態になったが、8月19日に、スルタン・ムスタファー二世が軍を率いて、ベオグラードから北上、ドナウ川を渡り、 ベーター・バルダインを落とす構えを見せると、オイゲンはティサ川に沿って北上して全体退去した。兵力は劣勢であるため、北、ハンガリーで起きた、反乱鎮圧に向かったシャルル・トマド・ロレーヌの部隊と合流する狙いがあった。オスマン帝国軍は、ベーター・バルダインを包囲したが、オイゲンがハンガリーとトランシルバニアの援軍を得て、戻ると反撃を恐れ鍛え撤退。 同盟軍の追撃を避けるためティーサ川を渡り、東のトランシルバニアへ進軍しようとした。オイゲンは北上中のオスマン帝国軍を捕捉すると、帝国の将軍を捕らえて機軍が渡下途中であることを知り、9月11日午前9時に、騎兵の先遣隊が戦闘を開始した。オスマン軍は、ムスタファ2世と市長隊、大砲部隊と、 騎兵部隊の大部分がティサ川にかけた船橋を渡り、東岸へ移っていたが、残りの大砲と、不評部隊、騎兵部隊の一部は西岸に止まっていた。オイげンは、この木を逃さず、強行軍で夕方に、全他を見下ろす高地に到着、軍を率いて高地から駆け降りて吸収した。ティサ川西岸は、オスマン軍が半円状の陣地を構築。 ドルイと残酷の内側に車をつないだ陣と大砲で守備を固めていた。これに対して、オイゲンも自軍を半円状に広げ、左翼のシュターレンベルク指揮下の騎兵隊と不評隊に敵陣を北側から突破させ、オスマン軍が慌ててティサ川を渡り手薄になった北の突破口を拡大させた。さらに、左翼の一部はティサ川を流れ、船橋付近の浅瀬から、 オスマン軍の背後を吸収、中央と右翼も混乱に乗じて、陣地の防衛性を破り、オスマン軍の意表をついて、これを壊滅2時間で勝敗は決した。船橋を渡る途中のオスマン軍は強硬状態にかられ、オスマン最小エルマスメフメトパシャは、オスマン軍の兵士に暗殺された。ムスタファ2世は、襲撃前に橋を渡っていたため無事だったが、 オスマン軍は戦死者2万人、歴史者も1万人の大損害を受けて反撃不能となっていた。戦いはオーストリアの驚くべき勝利であった。500人の犠牲で3万人を撃破し、87の大砲、スルタンのハーレム、宝箱と国章を奪い取った。主だったトルコ軍はチリジリになり、ティミッシュアライ敗走、オーストリア人はボスニアでの完全な行動の自由を得、 サラエボには火が放たれた。戦後両軍は和平に向けて動き出し、長期的な交渉が重ねられ1699年にカルロビッツ条約が締結されることになる。戦闘図、ゼンタの戦い、ありがとうございます。